24歳男性です。同じ会社2年前からずっと片思いをしている2つ年上の先輩がいます。先日会社の人と4人で恋愛の話になり、その好きな人が、年下の人と同じ会社の人は恋愛隊長にならないと言っており、自分にはどちらも頭まっていてと,とてもショックでした。でも、まあ、諦めたくない近いうちに告白して恋愛隊長として一応自分のことを考えてほしいと伝えようと思っています。でも遠回しに役な人を使えたかどうが不安で決心がつきません。第三者の意見を聞いてみたいです。えっ、ー、とですね、あの、僕、 僕がその未来検索ブラジルっていう会社の役員をやっていてその死んだ魚用してる性格ないデブのちゃんとかも所属しているガジェット通信っていうところなんですけどでそこの社長が竹中さんっていう人なんですよねでまあもともと竹中さんあの自分の会社も持っててあのまあブラジルの社長もやってもらったんですけどでまあ僕と竹中さん仲良くて割といつものあのなんかおごってもらったりとかで飲み会とかしてたんですけどで竹中さんがやっぱあの どんな人でも自分の彼女になる可能性があるよねって言ってるタイプの人なんですよ。なので、あの、基本的には女性に優しいんですけど、ただ、あの、社員とかスタッフとかは恋愛短縮にはならないんだよね。だから俺絶対そういうの無理なんだよねって言ったんですよ。竹中平蔵じゃないです。竹中直住さんです。って言ってたので、僕とかその周りの人とかも、あ、竹中さんは誰でもいいけど、社員とかスタッフだけはダメなんだと思ってたら、竹中さん、社員と結婚しました。<laughs> なのであの、僕の中ではもう、いや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 ,いやってのがあるので、あの、結局その、表向きそういうのがかっこいいと思って言ってるだけで、結局人間そんなもんなんで、あの、年下とか付き合わないとか、社員とか付き合わないっていうのは僕はもう信用しないようにしてください。